皆さんこんにちは。今日はですね、若林萌えさんの個展に行ってきました。フォロワーさんからもきょんちゃん絶対好きそうですって言ってもらったんですけど、本当にね、めちゃくちゃドストライクでした。ちょっとね、ダークでレトロな感じがね、本当に大好きな世界観だったのでね、ぜひ個展の様子をご覧ください。きょんチャンネル、はい、今回も東京ピクセルさんにやってきました。このね、黒をちょっと強めに使ったイラストが結構好きなんですよね。配色もかなり好みで、発色も綺麗でとても素敵でした。それぞれのイラストにストーリー性がきちんとあって、ちょっとダークでユーモアがあって、見ていて楽しいイラストがたくさんありました。グッズもハンカチ、帽子、靴下、ステッカー、作品集、T シャツ、バッグなど、何を購入するか迷ってしまいますね。ニョロリーノが脱走しないようにカゴに入ってるのが可愛かったんです。はい、ということで個展行ってきたんですけど、もうね、全部本当に可愛かった、イラストがで、特に私がいいなと思ったイラストが、チケット売り場のイラストがあったんですけど、天国とね、地獄行きのチケットが売ってるシーンで、天国のチケットだけソールドアウトで、地獄行きのね、チケットだけ残ってて、でチケット売り場の人がこっちに行けっていう感じでね、地獄の方をね、指さしてるイラストがあったんですけど、それがめちゃくちゃ可愛かったです。結構ね、ダークな世界観が強めなんですけど、そこにレトロな感じとね、コミカルさがプラスされて、本当にね、私の大好きな世界観が広がってましたで、グッズもめちゃくちゃたくさんあって、どれ買うか迷ったんですけど、もうね、個展に行く前から私はこれを買うって決めてたものがあって、そちらがこれです。ソフビを購入してきました。ニョロリーノっていうね、このキャラクターのソフビなんですけど、結構ソフビってヘッダーがついてて、ビニールの袋に入ってるっていうソフビのね、販売の仕方が多いと思うんですけど、このね、ニョロリーノは箱ですね、箱に入って売られてました。ということでね、早速開けていきたいと思います。じゃん、こちらがね、ニョロリーノです。めっちゃ可愛くない？これ、ね、めちゃくちゃ大きいんだよね。顔と比べるとね、こんな感じ、めっちゃ大きくない？でね、これのね、飾り方がめっちゃ可愛くて、鳥かごみたいな中に入ってて、その飾り方めっちゃ可愛いと思ったのでね、真似しようと思います。めっちゃ可愛いよね、ほんと大きい。で、私が個展に伺った時に岡林さんがいらっしゃったので、ね、こちら、ここにね、サインを書いていただきました。サインもおしゃれだねこれね、パッケージも可愛いので、この箱も一緒に飾りたいと思います。で、この他にも結構ね、グッズはたくさんあったんですけど、アパレルのね、グッズが結構あって、 T シャツとかもバックプリントのものとフロントプリントのものと2種類あったりとか、靴下もね、フルーツオブザルームっていうね、結構有名なブランドがあるんですけど、そのボディを使っていたりしてね、結構ね、アパレルのグッズにもね、こだわりをめちゃくちゃ感じました。すごくおすすめです。で、私は個展に行ってから知ったんですけど、男性ブランコっていう芸人さんのコントライブのね、アニメーションを担当されてたり、桜坂46のクールっていう MV の合間に出てくるね、アニメーションを担当されていたり、結構ね、いろんなシーンで若林さんのね、イラストをね、見ることができます。気になる方はね、ぜひちょっとチェックしてみてください。で、若林萌さんの個展は10月15日の日曜日まで開催されているので、ぜひね、気になった方はチェックしてみてください。やっぱりね、イラストは間近で見るのが一番だと思うので、ぜひ気になる方は行ってみてください。はい、ということで今日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また見てねー。